ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日ご紹介するレターです。感情を出した方がいいっていうことですが、カウンセラーに対する不満はどうしたらよいですかっていうことですね。まあ、不満もね、出せばいいと思うんですよ。優しいは優しいけど、カウンセラーの価値観でジャッジされるし、曲解されるし、時にはキレられたり、まあそういう人がいるんですかね。まああんまりいないような気もするけど、まあまあそうとも言えないのかな。で、別のカウンセラー探す気力ないしっていう、ことですね。というレターです。まあ、ジャッジされるし、曲解されるし、切れられたりするんだけれども、なんか、あなた自身がそのカウンセラーにくっついてるわけですよね。まあ、その辺の話をされるといいんじゃないですか。こういう気持ち、なんか不満持ってるんだけれども、じゃあ、カウンセラー変えればいいんだけれども、なんか変える気力がないんですよ、みたいなね。一体何なんでしょうかね、私って、って。そうすると、そのカウンセラーのどういうところに、なんかその方がまだ惹かれているのかっていうのも分かってくるし、分かってきたら、じゃあ、それでちょっとまだしばらく行ってみようかなっていう気にもなるかもしれないし、あるいは、もう、それが本心だったら、もう私、やっぱり他のカウンセラー探すしかないっていうふうに思いに至るかもしれないですしね。だからやっぱりね、感情は出した方がいいし、不満も出した方がいいんですよ。そうすることで、カウンセラーとの関係が変化もするし、もしくは違うカウンセラーを探そうっていう気にもなってくるでしょうしね。そんなとこですね。今日は、今日、日曜日だったですね。明日が月曜日か。ゴールデンウィークは、来週ですね。ちょっと一週間早く、なんか、ゴールデンウィーク気分でした。それではまたお会いしましょう。